こんにちは、レンジです。The Sunday Parable の続きをやっていきます。さあ、今回は電話が鳴ってるんですよね。こんなこと初めてです。ここの電話じゃない。行きましょう。ここら辺？あ、鳴ってる鳴ってる鳴ってる。これだ。もしもし。Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation.We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? なんか言って、これで合ってますかとか言って。Excellent! Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. は、なに？なんとかハピネスファンデーション？わかんねえ。もしかしたら、聞き取れてたら、字幕出しておきます。リスニングが全然できなくてね、私。あれ？じゃあ、やっぱり、あれかな？一個やったやつ、カウントされてないな、これ。ちょっと次回までにやっとこうかな。うん。なんか一個、ニューゲームで始めちゃって、でそれが多分カウントされてないな。さあ今回どっち行く。あれっていうか今までナレーションなかったな。なんか簡単になってるしな。あとは左行ってちゃんとやるっていうのが残ってるか。右もなんか途中選択肢は、あ、左のあの、階段降りよう。階段降りてないよ、まだ。さてさて。Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. うわ。こちは。なんか、だいたいこういうところにイーサーエッグ隠されてたりするんだけど、しないか。ファイヤーハウスって言うんだ。このホースしまってあるとこ。うわ、しかし、スタンリーにはそれができなかった。彼は上司が出くわす可能性を考えました。勤務時間中に仕事場を離れているのを見つかれば、クビになるかもしれないと思ったのです。この競争社会ではそんなリスクを犯す必要があるのだろうか。みんな消えてしまったなどと信じてくれるだろうか。きっと上司は彼が狂ったと考えるでしょう。そしてその時、スタンリーは何かを思いつきました。きっと彼はこう考えたんでしょう。きっと私は狂っているんだ。一瞬で同僚がみんな消える理由なんてそれしかないじゃないか。何もかもが非論理的だ。スタンリーはあれこれ考えるうちに奇妙なことに気がついた。例えば、どうして足元を見下ろしても自分の足が見えないのか。どうして彼が通ったドアは背後で勝手に閉まるのか。不穏になってきた。そう考えてみると、この部屋たちも実に似通っているように見えてきた。この部屋は繰り返しになっているんだろうか。いや、違う。スタンリーは自分に言い聞かせた。こんなのはおかしすぎる。これは現実じゃない。そして彼はついに結論が喉の先まで出かかりましたが、それを表現するいい言葉が見つかりませんでした。夢。そうだ。夢を見ているんだ。彼は叫び出しました。これは全部夢なんだ。答えを知って、すべてに合点がいって、スタンリーはどれだけ安堵したことでしょう。同僚たちは本当は消え去ってなどいないし、彼も仕事をクビになってはいない。全く狂ってなどいなかったんです。なるほどね、夢ね。そして彼はこう考えました。きっと私はすぐ夢から目覚めるだろう。ボタンを押すだけの退屈な現実の日常へ戻るんだ。意識がはっきりしているうちに、この夢を楽しんだ方がいいかもしれない。それから、彼は空を飛ぶイメージ、うわ！自分をイメージしました。するとゆっくりと彼の体は地面から浮き始めました。それから彼は自分が魔法のような星空の間を飛び回る姿を想像しました。するとそれも現実に現れた。スタンリーはとても愉快でした。と同時に、彼は自分がまだ目覚めていないことに不思議に思いました。なぜ自分はこんな意識がはっきりしているんだろう。そしておそらく彼にとって最大の疑問が彼の頭によぎりました。なぜもっと早く自身に問いかけなかったんだろうと驚くほどの疑問が。どうして私のやることや考えることを指示する声が頭の中に響いているんだ。
今まさにその声がスタンリーが考えていることを説明しており、彼はとても気持ち悪く感じました。その声が私の考えをどうやって説明しているのかということを考えることをさらに説明する声の夢を見ていると彼は考えた。彼はこの夢を奇妙に思い、この声が全ての夢の中にいる人々へ語りかけているのではないかと心配していました。がもちろんこれは夢ではないというのが真実ですよ。いかがです？スタンリーは自分を騙しているんでしょうか？寝ているなら自分は責任を取る必要がないとそう信じているんでしょうか？スタンリーは今までの人生と同様、今のこの時点でも目覚めているのです。聞こえてくる声がこんなことを喋っていて、スタンリーはとてもショックでした。結局彼は間違いなく疑いの余地もないほどにこれが夢だと思いました。絶対に夢だと。この声はさっき浮かんだことや魔法の星を作ったのを見なかったのか？夢じゃなければ声は何て説明するんだろう。この声だって彼自身の一部だし、もし彼がただ、彼は証明しようとしました。彼はこれが夢で自分がコントロールされていることを証明しようとしたのです。彼はそっと目を閉じ、目を目覚めようとしました。肌には毛布の冷たい重みを感じ、背中にはマットレスの弾力を感じ、外の世界の新鮮な空気を感じました。さあ起こしてくれ、彼は願いました。早く終わってくれ、もうこの夢にはうんざりだ。さあ仕事に戻ろう、ボタンを押し続けることにしよう。頼む、それが私の望むすべてだ。私が欲しいのは自分のアパートとそこにいる妻と、それから仕事だけだ。私が望むのはそんないつも通りのものだけなんだ。私の人生は普通で、私も至って普通だ。すべてが良くなっていくさ。私はまともだ。うわぁ、夢から覚めてね。ちょっと。スタンリーは叫び始めました。誰か私の目を覚ましてください。私の名前はスタンリーです。私には上司がいます。私にはオフィスがあります。私は現実です。誰でもいい。私が実現していると言ってください。私は現実です。私は現実です。誰か、私の声が聞こえませんか？私は誰？私は誰なんだ？そして全ては暗闇の中へ消え去っていった。え？これはマリエラという女性の物語です。え？マリエラは一日はいつも通り始まりました。起きて着替えて手荷物を持って仕事へ向かいます。え？スタンリーか？しかしこの日に限って邪魔が入りました。ふらふらとよろめきながらさまよっていた男が叫び声を上げながら歩道に崩れ落ちたんです。彼女はすぐに救急車を呼びに行くこともできたでしょう。しかしごくわずかのほんの一瞬だけ彼女はその奇妙な男について思い思案してみました。彼は明らかに狂っている。それだけは彼女には分かります。誰だって狂った人間というのはどのように見えるか知っています。そしてその瞬間、彼女は自分が普通であることが果てしない幸運だと思いました。私はまとめだ。私は自分の考えをコントロールすることができる。何が現実で何がそうでないのか分かっている。そう考えると少し元気が出てきました。ある意味でその男を見るのは気分がいい。しかしその時、彼女は今日のミーティングの予定を思い出しました。相手は彼女のこれからのキャリア、言い換えれば彼女の残りの人生全てに多大な影響を与えるだろう。非常に重要な人々です。そう、彼女にはこんなことをしている時間はなかったのです。彼女はほんの一瞬だけ立ち止まり、その死体を一別しましたかな。そして振り返って走り出しました。ちょっとマリエラどうかしてるぞ。まあわかるけどね、なんかその自分より下の人を見て安心したいみたいな思想ね、私には理解できませんが、今のが一個エンディングだったんだろうな。うわっ、彼の同僚たちはみんないなくなってしまいました。どういうことなんでしょう。いや、それどころか、ちょっとわあ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 、ちょっとこのまま行きますよ。狂ってる。いや、本当に夢の中って可能性はあるんだよな。どうすっかな。左行くか。あのね、今下降りて、そっからね、ていうか今パソコンのあれなかったな。下行って、これ何？こんなのなかったよね。スタンリーは掃除用具入れに足を踏み入れました。しかしここには何もありません。彼は振り返って通路へと戻りました。戻んねえよ。
なんかねえか。やつを倒すものがなんかねえか。ここには何もありません。選択の余地はなく、進むべき道もない。ないのです。ただの空っぽの掃除用具です。ここにいる意味はないでしょう。いや、お前が意味ないって言うんだったら意味あるんじゃねえのか。俺はそう思ってしまう。スタンリーが掃除用具入れに未だ言い続けていることは不可解でした。彼は何をするともしていませんでした。彼に何か関心を引くようなものがあって、そこに正当性があるなら、現在彼は文字通りそこに立ち尽くしています。何にもせずに。なんかあるんじゃねえの？本当にまだ掃除用具入れにいるつもりですか？何もしないでずっと？なんで？何らかの説明を提示してください。私は本当に困惑しています。ずっと言おう。もうこっから動かない俺。本当にそこには何もないことはもう分かったでしょ？もし私がスタンリーは掃除用具入れを無視して通り過ぎましたとでも言えば、少なくとも何かないか探索してみる意味ぐらいはあったと思いますが、しかしこの棚は本当に全く今回の話には重要ではないので、そんなことを言う必要すらありませんでした。この棚について言及するなんて考えてもいなかったのです。なるほど、困ってるね。困らせてやろう。ああ、いいダクト。多分君にとってこれは分岐の一種か何かだと思っているんでしょうね。友人にこのことを話すとき、君はこう話すんでしょうね。なあ、お前も掃除用具入れエンドを見たか？あれ、俺大好きなんだよ。君のお友達が関心を持つといいですね。この XD っていうのは顔文字ですよ。顔を左に倒せば、笑ってる顔に見えます。スタンリーはデブで醜くて正真正銘のバカ野郎だった。この仕事も家族の骨があったから手に入った。それだけ彼は間抜けなんだ。それか麻薬販売のお金で入社したんだ。スタンリーは麻薬と売春婦中毒でもあるしね。なるほど、バカにして出すつもりか。私は今起こっていることについて明らかな結論を導き出すことができました。あなたは死んでいます。あなたは掃除用具入れに到着した。ちょっと探索して何もなかったのでそこを離れようとした時、何らかの病気があなたの中枢神経を破壊し、キーボードの前に崩れ落ちた。あなたっていうのは俺のことだな。こういう時は自分の体が腐り出す前に近所の人に伝えておくのが正しいでしょうね。どうやって死んでんだと。誰か近くにいないのかい？このパソコンの前の人死んでますよ。彼または彼女は人間の持つ無数の肉体的な弱さの一つによって犠牲になりました。しかしそれはまたあなたの種族が長きにわたって繁栄する基盤にも基礎にもなっているんです。とりあえずその死体をそこからどけて、パソコンに代わりに座ってくれる別の人を探してきてください。探すときは主観視点ゲームの基本操作が分かる人にしてくださいね。あとはビデオゲーム史における文学的比喩表現の歴史についてその方に理解を深めさせていただけますか？そうすればこのゲームの持つ皮肉的でかつ洞察的なコメンタリーもきちんと理解してもらえるでしょうからね。よし、無事に見つかったのならただ広間に出てくれればいい。あ、もう違う人になってる手。まだ俺はいるよ。ほら動いてるよ。来いや。おい、閉めれる。来ないのかな。来てよ。来ないね。籠城するぞ、おい。いいのか。いや、もうねえな。もう違う人に変わったという体で行くか、じゃあ。はい。いや、二人目のプレイヤーさん。君が始めてくれて嬉しいですよ。前の人は最悪でしたが、君は間違いなくそれよりはマシでしょう。お前もか、信じられない。私はこのダメな種族のなすがままにされてしまっているようだ。どうか代わりに操作してくれる猿はいないですか？魚でも菌類でもいいですよ。細かいことは言いません。私は好き嫌いなんてあまりないから。私はもう君が物語に再び戻る準備ができるのをただ待つことにします。ちょっとかわいそうになってきたね。分かって行くよ。ほら、ダメか。終わり？掃除用具入れの話はもう終わった？分かった、じゃあ行くよ。で、死体って、
そっから奥道があったんで、そっちちょっと行ってみたいんだよね。Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. おら。But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. おらおらおら。Admitting he had left his post during work hours. いけるいける。Fired for that. おら。In such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished.His boss would think he was crazy. じゃないよね。And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. あ、帰ってきた。All of my coworkers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down?Why did dogs close automatically behind him wherever he went? あ、ずっとこれやってんのか。そうか、そうか、そうか。あ、繰り返しになってるってこれのことを言ってんのか。エグジットとか言ってる。はい。逆言ってみっか。うるせえ。This is all a dream.Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers were actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. はい、同じ結果になりましたね。じゃあここの階段下に行くのはそれで終わりね。はい、ということで次回また違うエンディング探してみましょう。もうだんだん選択肢が狭まってきましたね。右側、右の部屋行った後に、まだ行ってないとことかあったかな。あるね、あるね。そこで左行けって言ったとこを無視してるから。あと左の部屋に行った時に、最後まで指示に従って、そこでなんかいろんなボタンがあるところは何もしてないから、そことかね。そこが真のエンディングなのかな。わかんない。はい、では次回をお楽しみに。では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。